bellísima. Entonces, Doña Irma en ese momento era una foto mía. Una foto tu crees que está grande. Digo, más que un fin que es que eso. Bueno, ya mira, de que no ganaba. Pero acá no hay un país.
Niin
この最後の曲が多分この今日のこの時間に皆さんと会えたきっかけになった曲かなと思うんですけれども、その曲をねぜひここで歌ってと、はい、バンビネさんという方が私に言ってくれて、結構急にお客様だからね、はい、そこでもうだいぶ飲んでますけど急遽この国にはいい決まりがありますよ皆さん。この国は戦争じゃないって、私このことに気づいたのは、まあ、子供の頃から教えてもらったから知ってますけどね、7、8年前にこの曲は書いたと思うんですけれども、その時憲法ができた時の中学校の教科書の文章っていうのをちょっと読む機会があったんです。でそこにやっぱその頃、ね、みんな戦争で辛い思いをしたして、こう戦争が終わったっていう、その頃の中学生にこう皆さんこの国は本当に素晴らしい決まりができましたよっていう、すごくなんかこうね希望の光のようなそういう文章が書いてあって、本当に本当に私も中学生だったらもうわーってこう思ってたのになって思って、でそれとともにだから、あそうじゃん、この国戦争しないってすごいなとか思ったんですよね。安倍君、安倍君、私安倍君怖いんですわ前に安倍さんが政権取ってた時もこの歌を歌んでばと思って、ね、すごく歌ってたんですよね。それからまたちょっと遠のいてしまったんですけど、また安倍ちゃん来たよみたいな、これはちょっと歌わないとと思って、今日はここで歌わせていただきますから、ちょっと最後に次に。では、戦争をしない国という歌素晴らしい人と